まだまだ 99% の努力が全くされていない謎の石の道具について、ひたすら努力すればいけない。濡れた雑巾が加湿器じゃ。なんでいるがもと悩んでいないが、それを切り替える。コンセントが欲しい。本当に必要な能力、それは雑魚寝枕なしでも全開できる人。靴紐は永久に正しく結ぶことができない。そして永久にほどけ続ける人生。はっきりとは言えないが、これは全身全霊。どうも、自由立祭神コムセンターソーリンガマです。ついに大雨が降りました。もちろん八重垣城の溝を見に来ました。で、それはさておき、今後一つのテーマも見つかりました。あの嫁島高架橋、なんとなく悟りを続けていたあのエリアですけど、あそこの本当の目的、まあ、本当の使い道ですね、が浮かんできました。あれは松江市民バックトゥーザフューチャーをするための道具であったと、まあ、なんとなくそういうのをいつかやりたそうだと思ってたんですけど、まあ、それが適正された場所であると。あそこの橋の草を完璧に取り尽くした時、松江市民だけが行えるタイムマシンになると。あそこを松江市民が車で走った時にタイムトラベルをすることができるという、まあ、設定にしてみました。そうすればですね、何がいいか、あの草取りをするやる気が全然変わってきます。今まではなんとなく草取りしてたからだいぶしんどくなってきました。すんごい量あるから、まあ一人で取るような量ではないです。まあ一人で取ってたら本当は、まあ、頭がおかしいんですけど、まあ、それでもやり遂げる理由が見つかりました。それは秘密のタイムマシンであると。だから私はまあ水郷祭は終わったんですけど、まあそれでもあそこで草取りやる気を出すためにそういう設定を用意しました。今後は嫁島高架橋を、まあ、秘密のタイムマシンに、仕上げるつもりであります。あ、それはさておき、まあ、八重垣城です。今日は八重垣城ですね。もう溝を見てみましょう。まずは大雨の中、台風なんですけど、どうなってるのか見てみましょう。台風も収まりつつある。私はこの弁当を持って帰ることにした。ついにクリーミーになりつつある腐ったパン弁当。クリーミー。ただ雨が流れていく様、そこに街灯が反射され、とても綺麗ではないか。すごい勢いで流れ急ぐ八重垣幕府の下流の下流。そうか、これは本当の使い方は雨水をため満水にし、ここから何かをする予言、もしくはレーダーだ。水については通常通りでした。まずまず問題ないでしょう。まあそれはさておき、この展望台、ここからもいろいろ考えています。次の構想。カササした人のズボンはずぶ濡れ、カササした人の靴下は交換時期計算中。水たまりできすぎですぞ。ただの道できすぎ。さあ、これはまた新発見。どういうことでしょう。この謎のベンチ、歩道の反対側にもあったんですけど、なぜか穴が埋めてあるんですね。頑張ってセメントで。これ、まあ、物置に使うのか分かんないですけど、埋めたという事実もあります。全くもって本当に謎すぎて、まあ灰皿かなって気もするけど、でももしかしたら本当の使い方は誰にも秘密なのかもしれないです。ラーメン長さんは昼のみ営業、夜間はお休みのようだ。
テレビ地下道の反対側の入り口のライトは切れている。ここであったが100年目、地下道の曲がり角から来る人の足音。新しい形の湧き水。滝だ。朝ビニール袋の形は常に抜け殻、抜け殻であることが本性。さあ今日はもうこれですぐに帰りますけど、今後の楽しみはやっぱり夢島高架橋をタイムマシンに仕上げることでしょう。つまりは、遊園地化します。あの橋がですね、ただの橋じゃなくて、ベタ踏み柵という有名な橋も近くにあります。あの境港に、あれと同じぐらい楽しい場所になると、アトラクションになると。で、松江市民がタイムトラベルできるようになる。いい点は毎朝あそこを通るから毎朝自分が楽しくなります。それを励みにあそこの草取りも、完成させましょう。そういうことになってきました。松江市民バックトゥザフューチャーは時間だけではなくて空間をもワープできるということにしておこう。時と場所をワープできる。夢のアトラクションです。使用方法は草取りを完璧にやり遂げることです。今度はドクター何々という設定もいいのかもしれない。つまりは設定自体が答え。設定俳句というジャンルがあるのかもしれない。素晴らしい。キャラ設定のみで境界を競い合う。キャラ設定エクシューというのはいかがかね。自由にサイトにももしかしたら同じぐらい可能性があるのかもしれない。